西郷志郎から1922年12月22日は、明治時代の柔道家。行動官四天皇の一人、富田恒夫の小説、姿、三四郎のモデル。前列左、西郷志郎、右、西郷殿も合図藩士、志田定次郎の三男として、若松に生まれた。三歳の時に、母親戦争を逃れるため家族で、津川に移住。16歳で、 アイズハンガロ西郷頼母の養子となり、福島県伊達郡石田村の霊山神社に宮寺として、奉職する頼母に育てられた。1882年上京し、当時は陸軍士官学校の予備校であった成城学校に入学、天神市に要流従術の井上慶太郎道場で学んでいる間に、同流出身の加納寺五郎に見出され、行動館へ移籍する。 1883年に初段を取得。1886年の警視庁武術大会で、行動官柔道が柔術初派に勝ったことにより、行動官柔道が警視庁の成果科目として採用され、現在の柔道の発展の起点となった。西郷はこの試合で戸塚派上げ新流のコーチ、円太郎に勝ち、勝利に貢献した。西郷の得意技は山嵐だが、これは、 幼少の頃から漁船場で仕事をしていた関係で、影響で身についたタコ足を活かしたため、相手の足を刈る。際の技の切れは、他者よりも、格段に鋭かったと言われる。その技は、かのうじごうに、その得意の技によって俳句万の門下未だ右にで、出たるものなしと言わしめた。山嵐は、大東流の技法が活用されていたとする説も一部に、あるが、 西郷が大統領を学んだ形跡はなく、行動館に伝えられている山嵐の技法を見る、限りでは、大統領の影響はあまり感じられない。1889年、加納次五郎が海外視察に行く際に工事を託され、行動館の師範代となったが、加納が要綱中の1890年、品と行為検証を残し行動館を出奔。以前から交流のあった、 宮崎東天と共に大陸運動に身を投じる。1902年、鈴木天元が長崎で東洋日の出新聞を創刊すると、同新聞の編集長を務める傍ら、長崎で柔道、弓道を指導した。また、長崎遊泳協会の創設に鈴木天元と共に関わり、同協会の監督として日本英法を指導している。 1922年12月22日、病気療養のため滞在していた広島県尾道で死去。没後、行動館から六段を追贈される。1923年、加納は、西郷の石踏みに、行動館柔道階層の採用を助けて、研究指導技の運動を急務それの得意の技にを、手配区間の門下見だそのの右にで出たるものなし。 不幸病に、リリ高いセリトブンクエンを死に関へづいて六段をゾウ持って、それの会、イサオを表すと刻んでいる。小柄で強い柔道家を、の三四郎と呼称するのは、最後を四郎がモデルとなった姿、三四郎の影響である。四郎自身の体格は、身長が五尺一寸、体重は十四巻だったと伝わる。大統領愛機従術の主張する伝承誌によると、 最後、四郎の養父である頼母は、武田総角に、合図藩に伝わる、大東流愛記獣術を伝授したとされている。このことから、頼母の養子である四郎も、何らかの形で養父から大東流愛記獣術を伝授されたとし、四郎を解祖とする、武術団体が存在しているが、武術史研究では、四郎が大東流愛記獣術を学んだ、物的証拠が存在しない、 この説は否定されている。平成26年、柔道家溝の口の利子の論文に、西郷史郎の山嵐は、古流柔術の背負い、落としの変形、足技を組み合わせたと発表した。西郷頼も研究家、牧野昇は、藍津人、群像22号に、星名近り生涯日誌の前人646名に、武田総閣、武術指導の記録は確認されていない。 大統領の歴史は、星名と武田による家宅と全面的に訂正し、山嵐は、城を独自の技と発表した。地月英位は、愛木の武田総格に、星名近則日光東照宮ネギの写真は、身長140センチ、体格、眼力などから武術を長年鍛錬した達人とは思えない。武田総格に、愛木柔術を教えた伝承もあるが、 修行したとされる霊山寺修験道場は、江戸時代以降存在していない。武田総格に大統領の流派名、歴史、和歌を与えたが、五色内を教えた証拠はない。愛機の意味は、修験道の気合術の気合、愛機から引用したものであると発表した。小説映画漫画、ありがとうございます。